池田エライザ、杉野遥亮、イーギア LS ユリノラ、スニーカーベストドレッサー賞受賞で集結。モデルプレスイコール2020年2月20日、女優の池田エライザ、俳優の杉野遥亮、E、ガールズ、ハッピーネス S のユリノラが、スニーカーベストドレッサー賞2020を受賞。20日、都内で行われた受賞式記者発表会に出席した。スニーカーベストドレッサー賞2020受賞者、池田エライザら集結。2月22日のスニーカーの日にちなみ、スニーカーが似合う、今後スニーカーを履いてほしい、スニーカーの需要喚起に貢献してくれた人物を、各部門賞ごとに選出して表彰する、スニーカーベストドレッサー賞。第3回目の開催となる、今年度は、池田、女優部門、次の、俳優部門、Y、ウリノ、アーティスト部門のほか、ファッション誌で数多くの表紙を飾るなど活躍するエマ、モデル部門、バラエティ番組や CM に出演し幅広い世代から支持を得ている鈴木奈々、タレント部門、スニーカー後期芸人として知られるアントニー、芸人部門、おしゃれすぎる師弟として注目された YouTuber のヨシ、アキ&ミチ、SNS 部門が選ばれた。さらに、今回、芸能界屈指のスニーカーマニアで自身が発明した紐取りでスニーカーの魅力を多方面に発信し話題となったレーザーラモン、